入っては細野、おっと一打に向かいます。大事ですね、こういうのは、やっぱり中村選手さすがですよね、はい、結構こう前に落としたボールでこうスタートキスするの難しいんですよね、はい、落ちた瞬間詰まった打球ですが、これがショート後方ヒットになります。そしてこの先一気に三塁へ向かいました。好走塁ですね、今ね、ショートの選手がね、映像で分かりますかね、ここ。そうですね、いや、こういった走塁が非常に大事なんですよね、まあ、外野者ではたまにありますけど、はい、内間マスクを捨ててネットの前へボールを取る。このボールが高め、これで 3-2 になっています。バットが折れてファーストゴロ、バットはセカンドの後方まで飛んでいきました。なかなかそこまで飛ばないんじゃないですか。そうですね、折れたバットなんですね。